奥さん誕生日だったんですね。見やすい時計買ってもらった。見やすい時計買ってもらって。買ってもらった、うん、あ、これは便利かな。ちょっと、ああもう本当にはめるだけで、うん、そうそう、うん、いいから。誕生日もいいもんだね。ありがたい、ありがたい、うん。雨続きだった4月とは打って変わって青空が広がったゴールデンウィークの中日。都会で暮らせばわざわざ山へ出かけていかなければ見られない野草が浜林家の庭先で花をつけました。エゾエンゴサクとカタクリの群落が家や水田の周りに広がります。前回種まきをした苗が並ぶビニールハウスです。小さな緑色のアーチはハウスの中にもう一枚かけたビニールハウスのもの。このハウスと地面を覆ったシルバーのシートを剥がします。ああ、そうなんですか。その下では緑色の小さな芽が伸びていました。田植えまでの間、誰か一人は家に残って温度管理をしなければいけません。苗には1日おきに 3,4 往復分の水をかけますが、やりすぎても根が発達しないといいます。田植えするときっていうのは、今まで病室の中で温度管理されてたものが、はい、今度、うん、いきなり外に出されて、はい、やってけっちゃう。ああ、なるほど、うん。その時に疲れた根っこだとなかなか元気よく伸びていかないんだもん。はい、根っこが大事だな。はい、これ俺ら通称根切りネットって言ってるんだけど。根切りネット、はい、うん。これを檻の下に入れてやれやね。はい、根っこがね、これから下に伸びていかないっていう、こんだけなもんなの。この技術になる前までは、はい、3センチ以上のやつは廊下内だと、そこで切ってしまえやと。そうすれば手術受けるんだから、はい、次の、ね、根っこが元気よく、さあ大変だと、いい力強い根っこが出ていくだろうっていう考え方。なるほどなるほど。これの考え方は、この中の3センチの中に根っこをぐりぐり巻きにできればして、はい、そしてたくさんの根っこでもって田んぼに入れようやと、はい、そうすれば元気よくいくんじゃないかっていう考え方、はい、相対的には順調に生育しています。でも浜林さんがあえて手直しをする事例を教えてくれました。はい、あんまりいい例じゃないんだけどね、はい、これ蜘蛛の巣みたいなこれね、それからこあ日陰になったら見えないな、これ。まあ、蒸さないとこの芽が出て元気よくこう出てくれないんだよな。はい、でちょうどその温度に、まあこういう菌が入ってりゃカビが出やすい温度と一緒になるのかな。取って乾かして上から水滴が落ちてね、はい、ポタンと穴開いちゃうの、はい、この穴な。ああはいはい、うん、だいぶ至る所にあるのはそんなのは。ああ、一つ一つこう手で直していくわけですね。うん、今直せばね、はい、こんだけの面積。ああ、そっかそっか、うん、田んぼの中で広がってしまったら、うん、直すにも大変だけど、うんうんうん、まだ小さいから面積が小さくて済むと、うんうん、ここだらまあまあ。ああ、浜林さん、でも悪いとこ移しても大丈夫ですか？いいですか？これが正直なとこだもん、しゃあない。いや、あのあれだったら別に出さなくてもいいんですよ。ああ、いやいや、いいとこも悪いとこも来る。ああ、俺だからそうですか、うん、この器の大きさ、これだから浜林さんの言葉には説得力があるのです。機械化が進んだとは言っても、自分の目で確認して手作業で手直しをする、少しでも良い米を消費者に届けたい思いとはいえ、根気のいる仕事です。でも浜林さんの立ち上がり方がちょっと気になりました。浜林さん、腰痛いんですか？いや、こうヒアルロンさん切れてる。ヒアルロンさん切れてる。
留萌の町の方では桜が満開となりました。ここは山一帯が桜、アスレチックや遊具もあってパークゴルフ場が併設されています。ただしドライブがてら偶然発見できる場所ではありません。文字通り穴場です。そしてこちらは留萌神社の境内、街を眺めながら桜の花を堪能できます。鉛色の海にも青さが戻ってきました。黄金岬です。黄金岬は柱状節理の岩でできています。柱状節理とは溶岩が急速に冷やされると体積が縮んでできた現象、人工的に切り出されたかのような規則性のある形です。400万年前にはここにも溶岩が流れていたのです。黄金岬からは初冠別岳を主峰とする増毛山地を眺めることができます。行楽のゴールデンウィーク、峠下の浜林家ではいよいよ水田そのものの準備が始まりました。4日間ほどかけて田起こしをします。チューリップもつぼみをつけました。次回は峠下とはどんなところなのか、冬にはわからなかった峠下駅のお話も交えてお伝えします。